こんにちは。FA ラボラトリーです。アーシング用両端端子付きメッシュアース線平編み導線のご紹介になります。柔らかいメッシュケーブルを使用しているので取り回しが簡単です。今回ご用意したのはメッシュアース線 Φ8 Φ16 50cm です。8スケアのスズメッキ平編み導線に JST R8-8 R8-16 と絶縁スリーブを両端に付けたものです。平編み導線とは可動性柔軟性を必要とする電気用導体として、電気機器や電解層の接続部、アース線などに使用される導線になります。持ってみると このように柔軟性に優れ、機器の作動部の取り付けに適します。IV や CV などの撚り線に比べ表面積が大きいため、放熱効果に優れています。大容量を必要とする場合は、重ね合わせて使用でき、スペースが少なくて済むので、いいですね。構造は、軟導線、スズメッキ軟導線およびその他の組線を収束したものを変組し、中空の丸変組線や平らに成形した平変組線です。先端部分を見てみると、細いのが何本も集まっているのがわかりますね。表面を触ってみると、ツルツルした手触りです。細い針金を平編みした状態なのですが、段差も目立つほどなく、布のような気持ちよさがあります。使用用途は様々ですので、ご参考ください。基本的には胴体がむき出しになっているため、アース用に使用することが多いです。日本圧着端子製造 R8-8 品川商工絶縁キャップ8スケア対応黒、名工双葉スズメッキ平編み導線メッシュアース線、製作方法は通常の電線と特段違いはありません。まず導線を
中央で折り、絶縁スリーブを通します。次に圧着端子を導線に通して工具で圧着します。最後に絶縁スリーブを圧着端子のところまで押し上げて完成です。アーシング用両端端子付きメッシュアース線 Y8 50cm、 被覆線ですと胴体を剥き出さないといけませんが、その加工がないのでいいですね。当社では両端端子 Y8 と Y8 Y16 の2種類を 0.5m から 10m の長さを販売しています。小ロットしか必要ない場合におすすめです。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルハムショップジャパンにて販売しております。各種ご用意していますので、概要欄に貼ってある URL へ飛んでください。